こんにちは。今回は、ナミさんの動画を見てね、情報商材の作り方についてちょっとしたヒントをお届けしようかと思います。えー、そして今掲げているのが、私の大好きな本。えー、堀江隆美さんのゼロっていう本ですね。実はこれね、サイン会に行って、サインももらってきてるんですよ。ね。まあ、同い年のおじさんにサインをもらう俺みたいな感じでございましてね。 ちょうどこの時、アイドルのイベントをやっていて、アイドルのイベントの会場の隣の書店で、ホリラカンプさんのサイン会があるってことで、アイドルさんをほっといてね、私もスタッフとして働いてましたんで、で、サインだけもらって、またアイドルさんのコンサートに戻ったという背景もあって、いろいろ思い出の深い一冊になっています。いい言葉が並んでるんで、こちらの中から抜粋して、私のツイッターにオートツイート投稿をかけておりますね。結構いいねがついてるもんです。さあ、それで今回の情報、 商材の作り方このベストセラーの1400円の本ですけども堀江貴文さんの「ゼロねこれ読まれた方多いと思いますで世の中にはですね1億円稼いだ本っていうのがあるんですよまあ正確に言うとノートですよねそれはこれです私の書いた土屋塾の本ですネオヒルズ土屋塾の本まずこの何の変哲もない3冊セットで100円で買った本の1冊目この1冊 で、1億円が稼げました。ということなんで、この本、ノートを見ると、1億円が稼げる。そのメカニズムが入ってるんです。これを10万円で売りましょうと。言ったらどう思います高いですか ?1 億円稼げる本ですよ。10万円高いですかね。こちらの本は1400円。ね。厚みもある。有名人が書いてる。この1400円で買った本を、たくさんの方が読みましたけども、 1>, 1億円稼げるようになりましたよって言った人はまだ一人もいないと思います私は少なくともこの一冊のノートで本で1億円を稼いでますどっちの価値が高いでしょうねこれが情報商材ですよどっちも書いてあるのは情報でありこの本を書いた著者の考え方ですなのにこっちは1億円作れるわけですよ 難しいことが書いてあると思ったら大間違いです。日付か書いてますね。見えます見えないですね。すいません。これだ。2013年の6月14日、まさに私がインターネットビジネスに足を踏み入れたその日です。初めて自己アフィリエイトをやりました。売上金額が1万か2万だったと思います。もう覚えてないですね。はい。1回目。難しいかな難しいですかね。1億円稼ぐノートの 1>, 1ページ目に書いてあることはこんなことです。ネット企業ネットビジネスとは定義インターネットというツールを活用した単なるビジネスのこと。ね、ここでなぜ定義を書いてるかっていうとインターネットビジネスっていうふうな呼び方をすると何が何だか分からなくて抽象的すぎて何をすればいいか分かんなくなるからなんです、まあ、ですんでね定義を決めてます。インターネットという パソコンをを介ししたたツールを活用した単なるビジネスのこと単なるビジネスですよ私もずっとビジネスをやってきました全然儲かんなかったんですけども単なるビジネスをやってきて儲からなかったそこにインターネットをポンと引っつけると儲かるビジネスになるってことが最初から決めてあるんですべては私はインターネネットをを使ってビジネスすするこことに決めたのがこのが日なんですよだから1億円稼ぐためのスタートラインに立ったってことなんですよね そしてインターネットい未だに使ってるんですよ、私は。インターネットとビジネスを組み合わせてるんですよ。ただこれだけです。それまではインターネットがなくてビジネスだけをやっていたんですよ。この大きな違い、わかりますかねかたや数千万の借金を作る道、かたや1億円を何度も稼げる道です。はい。そして、インターネットというツールを活用したビジネスとは何か。当時 あんまり多くなかったです、その道は。一つ目、メルマガ。ね。情報発信すること。二つ目、オークション。ね。Yahoo! ーオークションみたいなやつですよね。誰でも知ってるでしょ。三つ目、アフィリエイト。これも今では多くの方が知ってますよね。ただ、アフィリエイトをやってる人、いまだに少ないでしょ。でも、アフィリエイトっていうことを多くの人が知らないときに、やりこなしていたのが当時の私ですよ。インターネットビジネス、アフィリエイト、メルマガ、ヤフーオークション。 今パパッと数分で話しましたけどもこれが1億円を稼ぐ地図ですそのことがまだまだ文章として細かく書いてあるってことなんですけども1ページ目はこれだけしか学んでませんそして学びきってできたのとかこの一冊で皆さんも大学とかね専門学校行ってノート何冊も板書したでしょ稼げるようになりました私の場合はネオヒルズ土屋塾に行ってこの一冊の 本にまとめられるそれまでの間に1億円以上のお金を稼いだということなんですよね,ね。情報商材っていうのはこういうことですよ。こういった自分のやってきたこと、考えてきたこと、伝えたいことをまとめてそれに価値がありますか、ないですかというふうなことを判断いただくってことですよね。改めてお話しします。堀江貴文さんの「ゼロ」。とってもいい本です。私もありがたがっております。未だにでですねでも1億円は 作れませんでした私の書いたちょっとしたネオヒルズ塾のメモ。でも、こちらの方は、やった通りに、言われた通りに、教わった通りにやると、1億3800万円を3年で作ったというね、ノートになります。私の宝物です。ですから、未だにこのノートは捨てられません。何冊本を捨てても、何冊有名人の本を捨てても、この薄っぺらいノートは、 墓場まで持っていこうかと思いますね皆さんにはそういう風うな情報商材ありますかでは失礼します